インラックシナワトラ大公検討は、大王国の政党。新党プアタイあるいはプアタイ党と、日本語表記されることもある。タクシンチナワットが結成した大愛国党の流れを、組む国民の力党を前進とするタクシン派の政党である。民主党と共にに大政党制を構成する。タクシン派の政党である国民の力党に対して、タイ憲法裁判所で、 回答命令が出されることを見越して、同派の議員の受け皿となるべく2008年に設立された。2008年12月2日、国民の力党が選挙中の違法行為を理由に、対憲法裁判所によって回答を命じられると、12月3日、対抗検討に、旧国民の力党所属国会議員のうち80名が参加を表明した。託信派の 事実上の後継政党である。12月7日には、新たに、党執行部が選出され、党首には、ヨンユット・ウィチャイディット党首代行が正式に、選出された。国民の力党該当判決に伴う公民権、停止処分を免れた、所属国会議員213名中、約190名の議員の遺跡が見込まれていた。12月15日に、会員の臨時議会にて、 野党であった、民主党党首のアピシット・エイチャチーワが、旧連立与党のうち国家貢献党、旧大国民党、旧中道主義党、大団結国家開発党と、旧国民の力党ネウイン派の賛同を受け、首相に選出された。そのため、タクシ信派は7年ぶりに野党に転じた。2011年の人民代表院総選挙にて、 過半数となる265議席を獲得し、2年半ぶりに政権を奪回した。同年8月5日、党代表のタクシン元首相の妹である、インラック・シナワトラが首相に就任した。インラック政権で副首相兼内相を務めていた、ヨンユット・ウィチャイディット党首は、内務省交換時代における土地の不正取引に関与。 したとの指摘を受け、2012年10月4日に党首と議員を辞職した。同月30日に行われた臨時党大会で幹事長であるジャルポン・ルワンスワンを新たな党首に選出した。2014年5月に起きた軍事クーデターの後、ジャルポン・ルワンスワンがクーデターに事実上ボイコットする形で党首を辞任。後に、ウィロート・パウインが 投手代理となり、2018年10月28日に正式な投手に選出された。ありがとうございます。